どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリのとこ撮ってきますけれども、まあ今回エピックとショータイム合わせてちょっと使用感解説やっていこうと思うんですけど、まあエピックっていうのはこのチェフだったりジューベートシューバとかビエラのプレミアリーグのやつで、ショータイムはまあこの俵積田選手限定ではありますけど、まあだいぶ試合数使ってきたんで、まあさすがに使用感も解説してもいいでしょうということで動画撮っていきます。正直まあ今回紹介する4選手とも評価神与えてるわけなんですけれども、まあ全員それに値するぐらい強いですかね。ちょっとシューバに関してはね、まああんまり使えてないんですけど、まあちょっと使うだけでもわかるぐらい、まあアンカーはみんな同じような動きするし、アンカーの中でどういう能力を持ってるかっていうのはその選手それぞれで違いは見やすいんで、まあ10試合も行ってないんで軽くしか解説できないですけど、まあやっぱ足の速さとかあったんで、まあそれはまた後ほど。じゃあまずはチェフの使用感解説していきましょうかね。タレントデザインちょっとだけ変えて、まあエアバトルに1振ってゴールキーパー1に122293212って感じですね。でゴールキーピングでディフレクティング以外プラス2されるんで、能力値大体こんな感じになるんですけれども、まあキャッチングね、個人的にはそこまで重要視してなかったんですけれども、まあ表記的に弾くやつをなんか数値高ければキャッチするようになるんかなと思ってたら、なんかもうキャッチする範囲自体も広くなるらしくて、根幹の対応がまあ多少上がったかなっていう感じはするんで、まあキャッチング上げるのおすすめですよって言われてましたし、まあ結構12振りしちゃいましたね。でまあその分クリアリングは85とちょっとだけ低くはなりましたけど、このチェフまあ弾くとこそんな悪くないんで、まあクリアリングも90まで持っていっても面白いかなっていう感じはしますけど、ちょっと今はこのチェフが一番ハマってますかね。まあやっぱ守備的でこれだけの高身長なんで、まあ取った価値は十分にあったかなと思いますね。146試合ぐらい使って、おそれ止めてくれるんかっていう、まあ奇跡のようなセーブもしてくれますし、安定感もあるし、まあ本当文句ないです。では次ビエラ。ビエラもチェフに続いても140試合ぐらい使いましたけど、まあ多分タレントデザインは変えてないんじゃないかな。多分最初に紹介した時もこんな感じの208125012って感じだったと思います。まあ、今回のビエラの強みはやっぱりブースターついてて、まあ、フィジコンとスタミナがプラス2されてるっていうのは非常にでかいなって思ったところと、まあ、今回のビエラがねめちゃくちゃいいなって思うところはやっぱり瞬発力ですかね。87あるんで、まあ、もうちょっと上げることもできますけど、やっぱこのでかさ、フィジカルスピードあって、しかもプレイスタイルハードプレスで、まあこのボールダッシュ力とかあって、高い瞬発力でなんかスッとね寄せてきてガツンと当たられる感じ、もうちょっと今回のビエラだいぶそこが特徴に出てるなと思うんで、やっぱ以前のボックス2ボックスのビエラよりも守備力は相当上がったんじゃないかなっていう感じはしますね。ほんと体感レベルではありますけど、まあパスの引っかかる感じ、このビエラにもブロッカーはつけましたけど、ビエラの前に通る横に通るパスっていうのはボックス2ボックスも同様結構奪うなっていう感じはするんですけど、寄せの速さとかがやっぱプレイスタイルとか瞬発力が影響してるのか分かんないですけど、めちゃくちゃ速いんで、特にこう対人のデュエルでガツッと奪ってくれる感じはやっぱハードプレスビエラの方があるなっていう風には感じましたね。でハードプレスでまあガンガン寄せていってたら、ちょっと画像も見せますけど、この辺のサイドとかで結構ボール持ってたら、まあショートカウンターではありますけど、まあレーダー見ても左上のビエラの位置見ても、まあ結構前目にいるんですよね。でボール奪われたらもうそこの中盤とかにボール入ったらすぐガツッと奪いに行けるんですけど、そういうことしてたらね、まあ当たり前なんですけどスタミナめちゃくちゃ減っていくんですが、やっぱカンストしてたら正直全然減った感じしないですね。うわもう終盤でビエラスタミナないやんって思ったこと多分140試合ぐらい使って1回もなかったと思います。まあ、守備能力とかボールダッシュが多分プラス2とかされてるぐらいで、そこまでね変わることはないんじゃないかなっていう気はするんですけれども、まあやっぱり 1DMF 任せるならこっちのビエラかなと思いますね。まあハードプレスに関してもちょっと B2B よりも下がるかなと思ってたら、まあ同じぐらいとは言わないですけど、結構ね前線に上がったりもするんで、カウンターの時とか OMF が下がってて DMF ちょっと位置入れ替わっててチャンスの時は上がったりしちゃうんですけど、まあ基本的にはこの位置いてくれるし、まあ2ボランチとかならボックス2ボックスのビエラの方でもまあ面白いんじゃないかなというか、足元を多分あっちの方がちょっとだけあったような気もするんで、そっちでもいいかなっていう感じしますけど、 1DMF なら圧倒的にこっちの方が体感めちゃくちゃ強く感じてますね。では次シューバ解説していきましょう。まあこの選手はねちょっと試合数少ないですけれども、まあこの人も多分ポイントの振り方は変えてないかな。いやちょっと育成変えてますねこれ。総合値のあのサムネ取るようにお任せぶりして高く振っちゃってますね。まあ多分ですけどこんな感じに
育成してたんじゃないかな。クイックネス8、脚力12、フィジカル6、守備12って感じだったと思いますね。で、まあ、デュエルプラス2なんで、まあ、ほとんど欲しい能力上がりますし、まあ、やっぱディフェンスボールダッシュ高くて、ここまで高いアンカー多分トップクラスだと思いますし、それでいてスピード持ってるアンカーって本当に少ないんで、というか多分いないんで、まあ、その時点で本当に最強格のアンカーかな。瞬発も高いし、でフィジカルもあってスタミナ98なんて本当ぶっ壊れてると思いますね。まあ、スキルも何もつける必要もないですし、まあ、この選手に関してはなんか能力値解説の時とあんまり話すこと変わんないですけど、まあ、ちょっとわかりやすい画像を持ってくると、さっきのビエラがだいたいこんな感じで、まあ、ちょっと前目に位置取ってるんですけれども、逆にシウバだったら、まあ、サイドバックと並んでる感じですよね。その分まあちょっと前線の選手とギャップが空いてしまって、ここの間真ん中の部分ね、あんまり誰もいない感じになっちゃってるんですけれども、まあでも相手がね無理に縦パス入れようとしてきたらアンカーでカットできますし、まあどっちが好きかっていう感じですかね。ほんとビエラみたいにガツガツ前から奪ってくれて、前から守備できるような選手が好きか、後ろでまずどっしり構えてパスコースをどんどん切っていって前線の選手に仕事させないようにするのが好きか。僕が 1DMF であんまりアンカーを使わない理由なんですけれども、サイドバックとかで持った時にどうしてもね、こう、あ、僕ボール受けますよみたいな感じ出しといて、雰囲気出しといて、出そうと思ったらヒュッと下がって全然顔出してくれないみたいなこと、アンカーね、もうウイレの頃からよくあるんで、まあその分ビルドアップっていうのはね、ちょっとしにくくなるんですよね。どうしてもこうやって上がっていっててもなかなか顔出してくれないし、選択肢が減っちゃうんで、まあ僕みたいに守備的サイドバック2人入れて、もうワンビサカもリュカもパス数値結構低いですけど、そういう選手使ってる時はもう OMF に出すかサイドハーフに出すかっていう、意外とビエラだったらここもね結構簡単に使えるんですけど、アンカーは使えないんで、そこは要注意かなと。だからまあさっき言ったように、後ろで構えて守備するのが好きか、前線から奪いに行くのが好きかっていう感じで使い分けるのがいいんじゃないかなと。基本的にまあビエラ狙うならジューベとシューバーも取っといて損ないと思いますし、2人とも 1DMF で、まあタイプは違いますけど最強の選手だと思いますね。ではラストは俵積田選手。この選手も試合数72とだいぶ使いましたけど、タレントデザインに関してはまあそんなには変えてないですけど、ドリブル11は多分一緒で、瞬発脚力結構上げ直したかな。瞬発ちょっと落としてたと思うんですけど、フィジカル3とか振るのやめて、ちょっとパスもね1と落としちゃったんですけど、やっぱりこれだけの身体能力とかドリブル能力持ってるんで、脚力クイックネスはしっかり上げてあげた方がいいかなと。ではブーサーはボールキャリーなんで、全部必要な数値が上がってくれますし、補正時能力見たらだいたいこんな感じで、まあドリブル98いってスピード96、瞬発99の選手今まで多分ほぼいなかったんじゃないかな。ビニシウスとかその辺りの選手ぐらいだと思うんですけど、まあ、スルーパス持ってるとかも一緒かな。で多分キック力もほぼ一緒かなって感じはするんですけど、やっぱフィジコンが全然違うのと、ボディコンも意外とビニシウス結構低いんで、多分10以上はさあると思いますね。だからまあドリブルしてる感じ、ビニシウスもねめちゃくちゃやりやすいですけど、もう俵積田選手が170センチ以上の選手の中ではナンバーワンなんじゃないかな現状は。まあマクシマンも同レベルかなと思うんですけれども、マクシマンよりもやっぱり決定力とか高いんで、ドリブルの後もねあるんで、試合数72でゴール数57のアシスト19、まあ多分マクシマンは CF で使うこともあったんで、結構似たようなスタッツも出せたと思うんですけど、左サイドハーフのみでこれですから、まあ、それでもだいぶゴールアシストはできてるんじゃないですかね、サイド限定にもかかわらず。まああんまね、もう正直解説することないかなってレベルで、速い、かわしやすい、ある程度パス決定力あって、で何より体強すぎるって感じなんで、まあ、ボディコン低くてフィジカルだけだったら多分そんな扱いやすくはないと思うんですけど、両立してるっていうのがほんと強いですね。ウイレの頃からこの2つ持ってる選手っていうのは強いですけど、やっぱイーフトでも強いな。ではまあちょっと話忘れてましたけど、スキルモメンタム持ちなんで、まあその時点でまあマクシマンよりも、うん、使用感は上がっちゃってんのかな、ドリブルに関しても。まあ追加スキルはまだ何もできてないんですけど、やっぱりコンカとかアウト、ワンシュー、あとまあ特殊ダブタつけたくなったらエラシコ足裏とかでもいいと思いますけど、やっぱ両サイドできるっていうのも魅力的なんで、まあ特殊にしたらちょっと右側で使うの僕苦手になっちゃうんで、まあ苦手じゃなかったら全然いいと思いますけど、まあミドルとかも面白そうかなとは思ってますね。まあサイドにおいてダブルタッチできなくてこのゴール数なんで、どれだけスライドドリブルしやすいか、扱いやすいのかっていうのがもうスタッツ見ただけでもわかるんじゃないかなと。まあ正直今週に関しては本当に大補強できるショータイムエピックの週だと思いますし、まあ左サイドハーフっていう観点で
も多分タワラ積田選手以上の選手なかなか出にくいんじゃないかなっていう気はしますし、まあ、1DMF で考えてもこのシューバとビエラコセル選手っていうのはまあなかなか登場しにくいんじゃないかなと。2人とも元からやっぱ強かったんでね、シェフに関してもまあシュマイケル次第ではありますけれども、能力が似たような感じだったらまあ3センチ身長が高いシェフの方がまあなんかセービング力とかもありそうな気がするんで、まあ能力値構成次第ですかね、シュマイケルが越せるかどうかは。やっぱこうやって今僕が使ってるスカット見ても大体どのガチャもね1人ぐらいしかスカット残らないんですよ。って考えたら本当に2人ねここにガチスカに入れてるっていうのは異常ですし、アンカー使いたかったら10ベートシーバー入れても2人になるんで、もうこのプレミアのディフェンダーガチャはやばい。でまあ100連で9000コインで1人まあ確定でガチスカ級のタワラ積田選手ゲットできるっていうところでもまあちょっと安いかなとも思うんで、まあ個人的には本当今週はおすすめできる週だなと思いますね。それでは今回これで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。